こんにちは、カメくんです。おいしいフルーツが食べたい。今回はフルーツが大好きな方、自宅でもフルーツを栽培したい方、少し変わったフルーツをお探しの方、植物を植えたことがない方、園芸をとことん楽しみたい方、今回は恒例となりました、私カメくんの超独断と偏見で選びました落葉フルーツベスト5をお届けします。以前は常緑果樹ベスト5を出しました。いやー、お待たせしました。今回は落葉果樹です。大きな違いは、常緑果樹は寒さに弱いという特徴が大きかったと思います。ご安心ください、今回の落葉果樹は寒さに強いものが多いです。植え付け自体もこの葉っぱがない今の時期が最適なシーズンなんです。私は20年間総合専門園芸店で働いており、あらゆる果樹を見てきました。その中でも私が今一番おすすめしたい品種、こちらを今回は挙げさせていただきます。そして栽培も管理も簡単な初心者でもなるべくできるようなものをピックアップしてあります。果樹の育てる楽しみと収穫の楽しみ、こちらを存分に味わっていただきたいと思います。では早速いきましょう。落葉果樹ベスト5です。では早速ベスト5いきましょう。今日もよろしく、じゅんぺいちゃん、お願いします。では落葉果樹ベスト5第5位いきましょうか。まあ、果樹苗がですね、はい、何百本あるんだろう、ね、ものすごい数ですね。ものすごい数、迷っちゃうんですけど、はい、はい、第5位はこちらですね。梅です。梅、梅です。そうです、梅です。梅って、はい、私大好きこれジュース、梅ジュースとかにイエスイエスイエス、梅干しとか、あのカリカリ梅とか、はい、あの私ですね、これいきなり余談っぽくなっちゃうんだけどいきなり余談はい、お菓子の男梅シリーズって知ってる？わかりますよ。わかる、はい、男梅大好きだあと、はい、梅練り、梅練り知ってる？わかりますよ、わかります。あれめっちゃ買うの俺、あれうまいっすあれうまいでしょそうっていうぐらい、はい、あの日本人は特に昔からですね、私も昔あの子供の頃から梅系のガムとか、はい、お菓子類好きでした。で今この梅っていうとやっぱ梅干しとか梅ジュースとか、 なんかありきたりかなって、はい、大思いでしょ。そうですね、そう思っちゃいましたね。そうでしょ。なんですが、お待たせしました、カーメン君ガーデンチャンネルではとっておきの梅を紹介したいと思います、はい、ということで、はい、第5位の梅は、第5位はじゃん、梅のつゆあかねという品種です。梅雨茜、はい、どうどうって言ってもね、こんな梅見たことないですね。そうなんですよ、はい、真っ赤、真っ赤、赤いんです。この梅雨茜ね、周りも見た目も赤い、中も赤い、めちゃくちゃ綺麗な梅なんです、はい、で梅ジュースとかあの作ったことある方は分かると思うんですけど、普通だと色が出ないんですよ。出ないんで、シソの葉っぱ使ったり赤じそとか、ああいうので着色というか色を出させるんですけど、梅雨茜単品で真っ赤なジュースが作れます。でこの梅ですね、赤いのはやっぱりあのアントシアニンっていう物質で目にいいとかっていうされてるんですけど、これが他の梅のなんと60倍。それ入りすぎじゃないですか入りすぎだよね、入りすぎで、はい、これ収穫量が結構他の梅より少なめなんですよ、はい、なんで流通量がめちゃくちゃ少なくて、今市場にはほとんど出てないというか、うん、あの梅の実として出てないっていう感じなので、ご自宅でこれ栽培しないとなかなか手に入らないっていうところで、今ねこれ実はもう知ってる方はこの秋ぐらいからかなり注文の方ですねいただいてる状態であります。でこれですね、真っ赤になるんですけど梅干しにはあんまり向かないんですよ。実際のところジュースとか梅酒とか、ああいう加工に最適な品種とされてて、梅の中でもコンパクトで生育できるんで、わりかしこの手がかからないっていうところがポイントの品種ですね。でこちらの梅雨茜、ちょっと気をつけてほしいのが受粉樹がこれねいる品種なんですよ。なんで1本だとほぼならない。で受粉樹でアンズっていうのがあります。アンズを植えていただくと受粉しますんで、お互いが梅雨茜をもし栽培された方、アンズを受粉樹として植えていただくとしっかり実がなるかなと思います。ということで梅の先駆けです、梅雨茜、覚えておいてください。はい、続いていきましょう。第4位です。第4位はこちらのシリーズ。何ですかこれ。私さくらんぼ
大塚愛様の愛さんそうです。第4位はさくらんぼです。さくらんぼを嫌いな人私は知りません確かに知らない、知らないでしょ。さくらんぼを食べれないっていう方もいないですし、これ子供がめちゃくちゃ好きっていうのと、まあ、やっぱ見てくれが可愛い、うん、で全てにおいて美味しい、うん、あまりまずいさくらんぼに出会ったこともあんまりありません。確かに。でしょ。っていうぐらいさくらんぼって結構魅力的なんですけど、実際にこう家で育てれるのかっていう話が大きいと思います。育てれます。鉢でもできます。鉢でもできちゃう、はい、ということで今回紹介するさくらんぼ、その中でもじゃん、こちらの品種サオリまた名前がいいでしょ。名前がいいでしょ。サオリ、はい、このサオリさん、はい、あのさくらんぼって実際はですね2本でないと受粉ってしにくいんですよ。うん、なんで1本だとなりにくいから2本入れないといけない。例えば有名なところだとあの佐藤錦とかっていうのが聞いたことあります。はい、あの辺も2本ないと違う品種が受粉しないということで、やっぱり本数がいるっていうのがネックになるかなっていうところで、今までは1本でなるっていう種類で団地応答っていう種類があるんですね。で団地応答も1本でよくなるんですけど、実がめちゃくちゃ小さい、もう本当に小粒なんで食べ応えが全然なくてちょっと物足りないかなっていう感があるんですけど、サオリですよサオリさん、サオリ霊長類最強と呼ばれた、あれは吉田沙織かこれはさくらんぼ界最高という大きさ500円玉見てください、横にあります。あ、本当よりちょっと大きい、比べられてますね、っていう大玉の品種で1本で基本的になります。そして甘い、まあ、これがやっぱ一番ですね間違いないですでやっぱこれも流通量がすごく少なくてまだ市場にたくさん出回っていない、出てても高級さくらんぼっていう形で出ております。まあ、シャーベットとかにして食べると最高に美味しいですね。でさくらんぼは高血圧の予防とか疲労回復にも効果があるとされているので、まあ、食べて美味しいし、そういう効能も感じることができるということで素晴らしいんですが、少し気をつけていただきたいのが、一応沙織さんですね、一本でもなるんですけど、なりがやっぱりねちょっと一本だと物足りなくなる可能性があります。なのでもし余裕があればもう一本ですね、ベニキラリという品種があります。これを受粉樹にして使うとお互いがしっかり大きな実が、ベニキラリもちょっと大きめの実ができるんで、お互い大きな実がたくさん収量できるようになりますんで、余裕があればベニキラリをもう一本、相乗効果みたいな、そうですね、いわゆるそんな感じでお互いが良くなるっていう形です。あとこれバラ科の植物になるので、バラに近いというのかな、バラと同じ仲間のグループなので多少虫がつく可能性があります。その辺はちょっと覚えておいてください。ほったらかしだとちょっと食べられちゃうかもしれません。ですが魅力的なさくらんぼ出てまいりました。第4位は沙織さんです。やってまいりました。第3位です。第3位はこちらですね、ここにあります、ボッキレ。第3位はジューンベリーです。さあ、純平ちゃん、はい、ジューンベリーって聞いたことないでしょ、多分。全然ないです。ブルーベリーはあるよね。あります。ジューンベリーはないよね。ないです。はい。ジューンベリーは、これですね、まあ、昔から園芸であって、この立ち位置が私結構ね、中途半端かなっていう植物ではあるんですよ。なので、注目されないんですけど、あんまり。この植物、めちゃくちゃ使えます。はい、これ使えるとはどういうことかというと、基本的に今回は果樹苗特集で特集しますが、これですね、樹木としての鑑賞価値がめちゃくちゃ高いということで、実際問題はシンボルツリーランキングに入れても全然いい、むしろ入れたいぐらいの植物なんですよ。なんですがこの果樹とシンボルツリー両方いいってなると案外埋もれちゃうんですよね。ということであんまり上がってこないんですけど、私ねこのジューンベリーって本当に優秀な植物だと思ってます。まあ、何がいいかって、まず花が綺麗です。でその後樹形もコンパクトで仕上がって、ほったらかしてもあんまり大きくなりません。小スペースでもいけます。そして3つ目は紅葉がめちゃくちゃ綺麗で、その間ジューンです、6月です。6月に赤い可愛い実がパタパタパタってできるんですよ。鑑賞価値がめちゃくちゃあって、でその実
果ですね、ジューンベリーってやっぱあんま食べないじゃないですか。あ、確かに食べない。食べないですね。生食で多分売ってるところって本当にないと思うんですね。これ何に使うかっていうと、一番よく使われるのがスイーツです。いわゆるお菓子とかケーキとか、そういう洋菓子系に昔からジューンベリーってすごく使われていて、すごく重宝されるもんなんですが、これが自宅で簡単に栽培ができます。栽培自体も簡単な植物なんですね。なのでジューンベリー、これ最高におすすめしたい植物なんですが、その中でもこれという品種を私が今回紹介します。それが第3位のこちらです。じゃん、ジューンベリーのバレリーナという品種です。バレリーナ、はい。ジューンベリーもいろんな品種が実はあるんですね。で、どの品種も結構魅力的なんですけど、一番はその実ですね。実がやっぱ普通の実だと小さいんです。なんですが、小さいんですって言ってる時点でこいつはやっぱりそうです、大きいんですで、この品種は実が大きくて樹高が高くならない、いわゆる大きくなりすぎない、だいたい2メートル3メートル内で収まってしまうぐらいのコンパクトな樹形で仕上げることができるんで、もちろん鉢でいい感じの高さで栽培することができます。そして花が咲いて6月には大きめの実がなって、秋には紅葉する。で、落葉がした時の樹形も美しい。結構ね、暴れないんで、あんまり剪定しなくても結構綺麗な樹形を保ってくれます。で、私が思う女性の像っていうのがまさにバレリーナなんですよ。なるほど。はい、私はバレリーナが一番美しい女性の像かなって個人的には今思ってますんで、はい、まあ、それもあってちょうどマッチしたこのジューンベリーのバレリーナ。やっぱちょっと他の苗に比べて今ですね、苗木がちょっと小さめの苗木が出ています。もうちょっと大きめの苗木も出るとは思いますけど、そうですね、あんまり逆に大きめの苗の流通っていうのがないので、まあ、これぐらい小さめの株でも2年3年としてくればちゃんとした実が取れるようになりますので、今のうちに植えておくことをおすすめします。ということで第3位は私も大好きバレリーナです。はい、ではいきましょう。第2位です。第2位はもう何も言いますまいブドウです。ブドウ、はい、ざっと出てます。まあ、ブドウたびたび紹介してますが、やっぱね、最高級ですね。はい、あの果樹としても最高だし、やっぱ植物としても最高ですね。ブドウはつる性の植物で、こう樹形が自由に作れるっていうところもあるし、やっぱ葉っぱが大きくてレリーフなんかのモチーフにも結構ブドウを使われます。で、そのブドウの中でもやっぱ今代表格になってきたのが、ご存知シャインマスカットですね。はい、これもう市場に流通したことによってやっぱすごく認知が上がってきたっていうところでしょう。なんとかシャインマスカット自体の苗も実はもう結構昔から販売があったみたいな感じ、みんな気づいてなかったみたいな感じなんですね。ということで今回のブドウの第2位の品種いきましょう。みんなが気づいてません。はい、その品種はじゃん、 BK シードレス。シードレス、はい、まだ変わった名前の。そうですね、そうです、シードレス。シードって種、はい、レスない、そうなんです。やっぱりこの品種ですね、いわゆる種なしの大粒のブドウなんですね。ブドウって結構巨峰育ってらっしゃる方多いと思うんですけど、種なしの処理ってするんですよ。ジベレリンっていう成長ホルモン剤を開花期につけることで種をなくすっていう作業を結構するんですね、ブドウって。まあなんですが、やっぱジベレリンとか成長ホルモン剤ってなんかちょっと怖いようなイメージ、ちょっと科学的な。そうですね、ちょっとあのホルモン剤なんでちょっとなんかあると怖いなみたいな感じで大思いでしょうが、こちらの BK シードです、自然に種がなくなります。こちらの両親がですね、マスカットベリー A っていう品種と、はい、先ほど言った巨峰から出てきたいわゆる新品種ですね。はい、ということで巨峰みたいに大粒で糖度がなんと20度超え、めちゃくちゃ甘いです。24度5度前後ということで、めちゃくちゃ甘くて種なし処理がいらない、まさにこれから注目されるであろう品種、ブドウの BK シードです。これまだ流通も栽培もあんまり始まってませんので、もしこれからブドウをご検討の方がいましたら少し覚えておいてほしい品種になります。ということで第2位はブドウの BK シードレスでした。
はい、ということでちょっと寒いんでちょっと休憩暖を取ってます、はい、はい、ちょっと余談ですね。以前の動画でも出させていただいたんですけど、あの個人邸で、まあ、うちのお客さんなんですけど、あの鈴木おさむさんっていう、おさむちゃんっていうおさむちゃんって言ったら失礼なぐらいちょっとゴールドエイジの方なんですけど、はい、おさむさんがまあ結構昔から仲良くて、まあ、これ YouTube が始まったからっていうことではないんですけど、あの人ですね、結構おいお前これ読んどけとかこれ知っとるかみたいな感じで、はい、結構いろんな情報提供してくれるのね、うん、情報提供っていうか、まあ自分の勉強のためにっていうか、まあこれぐらい知っとけよみたいな感じで、うん、結構あの人、いろんな情報くれるの、はい、うん、で今回もこの間来てね、私会ってないんですけど、はい、この2冊雑草のお話と植物は美味しいっていう本、うん、これを店に置いていって店長に渡しとくっていう形で授かって、はい、まあこういうのをちょっと呼ばさせていただいたりしております。これめちゃくちゃ嬉しくて、はい、実はあ案外こうなんか亀井くん何でも知ってるみたいな印象あるじゃない。まあそういうイメージの方が多いかもしれないです ね知らない知らないことが多い。20年間一応お店で働いてたとはいえ、やっぱ知識なんていうのはやっぱ限られた知識しか入ってこないし、やっぱ偏っていくわけじゃん知識って。なんで、まあ、いろんな知識をこう吸収して、またそれを今までの知識と合わせてこう提案プレゼンをしていきたいみたいな方でやっていきたいんで、こういうね情報提供っていうわけではないんですけど、この本面白かったとか、あれ見てとか、あの人のやつ面白かったみたいなっていうのがあったらコメント欄の方でどんどんちょっと教えてほしいなと思ってて、うん、この間めちゃくちゃ私が良かったっていうかすごい嬉しかったのが、ハボタンの友達させるみたいな下りがあったんですけど、ありましたね、うん、あの使徒になるっていうやつ、はい、うん、で、あの回で私が友達経験みたいな、あなたの友達伝説と経験を教えてくださいみたいなことで言ったんだけど、はい、そうしたらめちゃくちゃいろんなコメントくれて、はい、この植物友達しちゃったらめっちゃ綺麗だったとか、私がそんな情報全くそんな世の友達させてるわけじゃないんであれ失敗談とか、はい、なんか経験談みたいなめっちゃ役に立って、うん、もうちょっと逆に友達させたいみたいなちょっと見てみたいみたいな知らないことがすごいあるんだなって実感して、この見てくれてるあなた本当にこういった経験をまたこう私が発信することによって、いろんな人に楽しみ方っていうのかな、植物の今までと常識をぶち破るみたいな感じの提案がこれできるかなと思って、非常に感謝してますんで、もしいろんなこういう情報ですねっていうか本とかもそうですけども、あったらもうコメント欄本当に入れてほしいです。で、おさむさんはこれなんでこの本を授けたかっていう本当の理由を教えてあげましょう。あの人がだいたい読めっていう本は、はい、全て田中治っていう人の本なの。本当だわかるよねこれ意味が隣のやつも書いてあるですねこれ。いや、全部全部おさむさんが紹介するのは全部田中治さんの本で、はい、おい俺と同じ名前だぞっつって毎回そのくだりそれだけかわいいおさむさんかわいい私も結構田中治さんの本を読まさせていただいております。はい、はい、ということで、温まってきましたんで後半戦もいきましょうか。よろしくお願いします。はい、ということで後半戦やってきました。第1位に行く前に亀くんガーデンチャンネルはすぐに脇にそれていってしまいます番外編ですさあ行きましょう。番外編が2つあります。紹介したい果樹と言ってもいいかなっていう感じなんですけど、行きましょう。番外編その1、その1はじゃん、くるみ。くるみです。これ果樹ですか？そうです、木の実ですね実という部分で、はい、はい、このくるみというか、私ですね、まあ無類のナッツ好きなんですよ。あ、ナッツ。ナッツ、はい、1日1食しか食べないんで、はい、お腹がしたらナッツみたいな、うん、ナッツも非常に健康にもいいしカロリー摂取もできるしっていうんでスーパーフードなんですけど、その中でもくるみです。皆さんくるみあんま食べないですよね。最近食べないと思う。食べないですよね、はい、私もくるみ大好きなんですけど、でくるみって実はすごい硬い殻に入っていて、殻を砕くのが非常に大変という形で、まあできたとしてもちょっと加
行するのが大変かなみたいな感じでお思いの方もおると思います。ということでやってきました。今回のくるみはじゃん、菓子ぐるみ。ほう、菓子ぐるみ、お菓子の、はい、この菓子ぐるみですね、手で割れますこれが一番でかいです、はい、でこれですね、めちゃくちゃさっき言ったみたいに手で割れるので簡単に加工というか身を取り出すことができるということなんですね。まあ、これだけでもすごいんですけど、やっぱね、何がすごいってくるみがすごいんですよ。くるみ、木の実の中でもスーパーフードって言われるぐらい栄養価がめちゃくちゃ高い。いきますよ。睡眠の質の向上、不眠症の改善、ダイエット効果、美肌効果、アンチエイジング効果、生活習慣病の予防、食べ過ぎにもご注意を1日7個までです。食べれば今言ったぐらいの健康要素がたっぷり入って、まあ、本当でも食べ過ぎちゃうんだけどね、美味しくて、はい、お菓子にも使えます。あのダイエットにも最適です。でくるみ自体は非常に簡単に育ちます。1本でも一応なりますんで、広いお庭があれば1本植えておいてもいいような気がします。結構雑木っていうかナチュラルな性質の樹形をしますんで、ナチュラルガーデンなんかもくるみが1本あると、まあ、実も取れてみたいな、で見た目もすごく自然風なお庭を醸し出せるんで、案外おすすめの木の一つです。ということで番外編その1、その1は菓子ぐるみでした。はい、続いてやっていきましょう。番外編その2です。番外編その2はこちら、じゃん、栗。栗木の実、はい、ま、木の実シリーズその2、栗みたいな、はい、今年栗ご飯食べましたか？食べてないです。食べてないですね、はい、栗ご飯ってなかなか食べなくなりましたよね。でこれ栗って女性の方ならわかるかもしれません。栗って皮むくじゃない、はい、栗を割って、はい、そうすると栗が入ってるんだけど、その中の美味しい部分を包んでる薄い皮、わかるかな？わかんないです。わからんか、純平ちゃんにはまだ、はい、渋皮っていう皮に包まれてるんですよ、はい、でその渋皮を取らないと、この皮のまま食べるとめちゃくちゃ渋くて食べれたもんじゃない。あ、そうなんですね。なんで栗を割ったらその中の薄い皮も取らなくてはいけない。そっから取ってから加工するみたいな感じで、はい、超めんどくさいの。あれが嫌でやらないっていう人もいると思います。それぐらいね、渋皮っていうのがすごく厄介なんですが、来ましたよ、渋皮ないやつだと思いました。だと思いました。振りでわかるでしょ。振りでわかるでしょ。いきましょう、はい、渋皮がないやつ、それがこちらです。じゃーん、ポロタン。プロタンだったっけ、あれ。プロタン、YouTuber の YouTuber のプロタンじゃないけど、ポロタ ン。めちゃくちゃ可愛いでしょ、名前が。可愛いですね。で、これもう写真でも分かっちゃうんですけど、はい、これですね、栗をパカッと割ると渋皮もポロッとポロッと取れるポロタンです。はい、これでもね、名前がふざけてますけど、めちゃくちゃ便利よ。楽ですかね。楽楽楽、めちゃくちゃ楽です。だってあの渋皮を取る作業ってめちゃくちゃ苦痛だもん。やっぱあれが本当に嫌なの。あれがなくて栗がポロポロポロって取れたら、どんだけ栗ご飯食べれることか。で栗自体は非常に育てやすくて、これもさっきのくるみじゃないですけど、自然風のナチュラル感があるお庭も作れる感じの樹形な植物なんですが、このですねポロタン、ちょっと残念なお知らせがあります。はい、1本でなかなかなりにくいんですよ。なるほど。というと、まあ、やっぱ2本ないといけないと、いやこれ苦痛だということを思ったあなた、ご安心してください。苦痛を和らげるこのポロタンの受粉樹を紹介しましょう。それがこちらです。じゃーん、ポロスケまた可愛い。ポロスケ出ました。受粉樹のポロスケ出ましたよ。はい、これですね、写真にも書いてあります。ポロスケもポロッと剥けるんです。でこのポロスケがなぜポロタンの受粉樹として最適かというと、まあ、受粉がやっぱりうまくいく、相性がいいっていう
あの品種になるんですけど、この品種自体はポロタンを助けるという意味で助っ人の助です。これあ、そういう助だったんですね。ポロタンを助けるポロスケなんです。ポロスケから太ってきたのかなみたいな。違いますよ。なのでこの2人、はい、兄弟。なるほど。これがあることによって、先のさくらんぼと一緒ですね、はい、相乗効果でお互いがよく実がなる、そしてお互いがポロッと取れるということで、ポロタンを得たら弟のポロスケ、これをぜひ一緒に植えていただくと、はい、兄弟仲良くポロ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 した栗がたくさん取れる。覚えやすいでしょ。俺大好きなんだろう、はい、このポロタンポロスケ見るとうわー兄弟愛やわってめっちゃ思う。これ名前だけで買いたくなるですね。買いたくなるでしょ、はい、そう今までねポロタンポロタンなんて言ってたんだけど、はい、やっぱちょっと受粉が悪いってことで、これだけだとなかなかならないなって。ポロタンだけ持ってる方、弟ができましたよ、かわいい。ということで今回の番外編は、はい、これポロタンですけど、ポロスケも合わせてポロッと取れる栗シリーズということで番外編でした。はい、ではやってきました2020年冬、私が独断の偏見でおすすめします落葉果樹ベスト1、流行る第1位はこちらです。じゃん、イチジク。イチジク、イチジクです。来ました。やっぱりかみたいな感じなんですけど、やっぱりイチジクです。はい、イチジクですね、私何回かこうこの回でも説明させていただきましたが、もうイチジクって昔のイメージが吹き飛ぶぐらいの品種がもう今すごい出てます。イチジクっていうとなんか昔からおじいさんが庭で育てて取ってきて食べてたみたいな印象があるっていう方も多いと思います。でその時の印象ってやっぱ抜けないんで、まあ、子供の頃おじいさんがこう摘んできたやつを、まあ、食べてみろっていうことで食べたら、いやあんまり美味しくないぞみたいな。イチジクってまああんまり美味しくないなっていうイメージで来てしまってる方も多いと思いますが、今本当にこのイチジク、まあ、これから先数年ですね、多分イチジクですって言ってもいいぐらい、本当に今のイチジクはとにかく甘い。甘い、はい。ということで今回の1位のイチジクなんですけど、私紹介したい品種同率1位が2種類ありますので、はい、2品種ですね、紹介していきたいと思います。まずそのうちの1つがこちら、はい、じゃん、ビオレソリエス。はい、もうさ名前がかっこよくない？名前がかっこいいですね。イチジクじゃない、はい、ビオレソリエス。イチジクもね、でもねちょっと話変わっちゃうんですけど、私イチジクっていう漢字、はい、漢字も結構かっこよくて好きなんですけど、まあまあ漢字はいいや。とりあえずビオレソリエス、はい、これもうね名前のごとくかっこいいでしょ。かっこいいです。あのフランスです。フランス、フランス様からやってまいりました。幻の黒イチジクと呼ばれております。黒イチジク、そうです、今まで見たイチジクって黒くないんですよね。どっちかっていうとちょっと白っぽいというか黄色っぽいというか緑っぽいというか、そんな印象だったんですけど、これですね黒イチジクっていうのがあるんですよ。でこの黒イチジク、まず見た目がねめちゃくちゃかっこいい。黒って言っても紫の濃い紫でちょっとシルバーがかった身で、で中を切るとまさにこのエキゾチック果肉が見るとよだれ出るぐらいもうすごいの、なんか引き込まれるようなエキゾチック、魅惑的っていうのかな、はい、紅色っていうのかな、と周りが黒じゃん。もうこのねグラデーションとかカラーリングがやばくて、でしかもなおかつめちゃくちゃ甘くて美味しい。なんで今本当にスイーツ界ですね、あとフランス料理ですね、そのようなビジュアルもうすごく重宝されて、今もう取り合いみたいな、そういうところでね、でなかなか自宅で食べるってことがそのままの状態をあんまないと思います。で幻の黒イチジクって言われるぐらい、幻っていうのはあんまりね生産されてる方が少ないんですよ。で市場流通がほとんどなくてっていうことで、あんまり手に入らないっていう感じの幻なんですね。なんですが幻が手に入りますよ苗木を買うと、はい、はい、もう本当に美味しくてジャムが中に入ってんじゃないかなぐらい感覚、生で食べると、はい、っていう感じの品種になります。あとなんかイチジクの食べ方、はい、で結構皮を剥いて食べるみたいな風習があったり、なんかそういう人もおったり、まあ、昔はそうしたのかな分かんないんですけど、基本的に皮薄いんでもうそのままですね皮ごと食べちゃう、丸かじりみたいな
もうこれが一番私美味しい食べ方かなと思います。それができる品種ということで、第1位の1個目はビオレソリです。こちらでした。では2品種目いきましょうか。イチジク代表する2品種目、まあ黒があるってことは白がありますよやっぱりということでいきましょう。白イチジク代表格です。じゃん、はい、ロングドゥート。 ロングドゥート。そうですね、この品種言い方がいろいろあって、はい、バナーネとかバナッチとかバローネ、はい、まあ、多分全部一緒のことを言うんですけど、はい、まあ、呼び方がいろいろある。いろいろある。うちだとロングトゥードっていう形で紹介なんですけど、はい、このロングトゥードめっちゃ美味しい。こっちもうまい。こっちもうまい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。なるほど。とにかくこのロングトゥードは夏と秋っていう感じでイチジクって取れる種類があるんですけど、このロングトゥードは夏でも秋でも両方取れちゃう品種で、さっきのビオレソリエスは秋しか取れない品種なんですよ。でこのロングトゥードは夏にも取れる。でこの夏に取る実がかなりでかい。でかい。取りたければ夏かっていう、夏に取る感じで生育させてもいいし、秋にももちろんなるんだけど、秋になると今度は小ぶりになるんだけど、めちゃくちゃ甘くなる。何これみたいな、何この変貌はみたいなぐらい甘くて、で中がねすごいクリーミーで、酸味がね全然ないんですよ。これビオレソリエスはちょっと酸味があるのでねっとりと甘いんですけど、ちょっと独特かなっていう感性はあるんですけど、もうとにかくロングトゥードは酸味がなくてクリーミーで、秋皮めちゃくちゃ甘いんで、本当にねめちゃくちゃ食べ過ぎちゃうぐらい本当これも丸かじりでいいぐらい皮が薄いんで、そのままバクバク食べれる。栄養価もバッチリで、夏秋両方楽しめるっていうことで、これめっちゃ迷っちゃう。迷うですね。確かに、どっちにしようで、これ両方とも1本でなるんですよ。イチジク自体全部1本でなるんで、こっち1本買ってもなるし、こっち1本買ってもなるし、まあ、2本買ったら2本なるよみたいな迷ったら2本買っちゃうよみたいな2本買っとけみたいなぐらい、同じイチジクでもこれ食べ比べてみると全然違う味を楽しめると思います。これですね、今回の果樹シリーズ、私がこう全般的に言えるのは、皆様が普通にスーパーで食べてるとかレストランとかスイーツで食べてる果物っていうのは、基本的には完熟時期っていうのをある程度逃してる時期を食べてるんですよ。フルーツは完熟をそのままその時に食べるのが一番美味しい。一番です。はい、みんなが食べてるやつの2倍ぐらい美味しいです。それぐらいもぎたてとか完熟っていうのは味が違うんで、できれば栽培を自分でしてもらって、ご自宅でその完熟取り立ての状態を楽しむと、これをしてほしい。これさえできればこういう風に流通量が少ない品種でも極上の状態を楽しむことができます。ということで2020年冬、私が独断と偏見で選びました落葉果樹ベスト1、ベスト1は同率でした。ビオレソリエスとロングドゥートです。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカーミックガーデンチャンネルは2020年冬、私が独断と偏見でおすすめしました落葉果樹ベスト5をお届けしました。よかったかな、気になる果樹があったかなと思う方、ぜひともグッドボタンの方お願いします。で今回はですね、私のおすすめしたベスト5でしたが、あなたのおすすめの果樹ベスト5ありましたら、コメント欄の方どんどん入れてください。参考にさせていただきます。でこれですね、実は今回の落葉果樹っていうのは冒頭にも言いましたけど、今の落葉した状態が一番植え付けにはいい時期とされております。少し寒いですけども、落葉果樹、落葉樹を植えたい方は少し頑張ってこの季節もガーデニングに取り組んでください。あなたのご自宅でもフルーツたちがどん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 なりますように。ではまた次回、バイバイ。